いつの間にか希望を述べてこういう調査をしてくださいという形になっていますが、それはいつまでやるんでしょうか。こういう調査をしてくださいということの一つは、前回の調査で不十分だった点ですね。それは皆様いろいろ前回の後で言われていましたので、この機会にお願いしたらよろしいのではないかと思っています。でそれはそういうことですね。テフラの年代その他はまあいいとして、あと委員の方で現場をちゃんと見ていないという方がもう一回行くのはまあいいとして、これ延々とその希望を述べていって、いつまでにこれを決着つけるのでしょうか。最終的な決着をどういう形にするのか私も頭の中にはございませんが、調査の途中で非常に重要なポイントが出た時点でこういう会合を持つことができると思っています。持ちたいと思っています。私はやっぱり今王位がですね、現実にもう稼働しているという状況で、その稼働に関して活断層の面から危険性がないのか、それともまあないとは言えないのかと、そこのところをスピード感を持って判断するのはこの委員会のミッションの一つだと私は思うんですが、それはいつまでやるのか、ちょっとなんかいつずるずるといきそうな気がして非常に心配なんですけど。今問題になっているのは活断層であるかどうかという問題でありまして、それはまあ共通の認識だと思っています。でこれまでいろいろ議論を聞いている限りでは、結局その決着は未だついていないというのが私の判断です。わかりました。しかし例えば敷地のですね、南の方をやる意味がどこにあるのかとかですね、例えば問題になっているのは台場浜のトレンチで、あれが断層なのか地滑りなのかという議論があってですね、活断層ではないといった方は一人もいないわけですね。それであれがなぜ問題かというと、敷地内に入ってくることが問題、それはまあ一番問題ですけれども、それ以前にあそこの緊急水水路を横切るというところが一番問題なわけで、そこのところを詰めればいいのではないかと思いますけど。でもう一つの問題は、その延長がどこへ行くかということ。いや、それはもちろん問題ですが、はい、現状でですね、台場浜に大きなはっきりしたズレが見えていて、それが緊急止水路の下を通過する可能性があると皆さん見ているわけですから、それは非常に重いんじゃないかと思いますか。それとも他の方は白だとおっしゃってるんでしょうか。申し上げたいことはですね、その大井が現在稼働しているということに関してはですね、むしろ規制委員会で議論すべき事項だと思っています。ここでは科学的に、観察できたことが活断層なのか地滑りなのか、あるいは破砕帯がどこを通過しているのか、そういうことを評価する場であると考えてまして、その評価が今のところ決着していないというふうに私は考えてますので、それを決着するにはもっとはっきりした、おそらくこの調査はですね、保安院の方から追加調査という形でされているわけですけれども、そもそもその前提が F6 という破砕帯が一番大きい長い破砕帯で、これを調べて問題なければあとは問題ないという、そういうスタンスから始まっているわけですけれども、そのスタンス自体が今や問題になっているというのが私の認識です。でそういうことをつらつら考えますと、やはりもっともともと問題の発端であったトレンチに近いところでトレンチをすることが最良である。質問ですが、そうすると島崎先生は F6 に関して、あるいは F6 の近くにある断層に関して白か黒かの決着をつけるんだということでしょうか。そこまでやるということでしょうか。今言われている F6 というのはどの F6 なのかがわからないんですが、原子炉の近くに確実な活断層があるか、誰もが認める活断層があるのか、誰も活断層ないと認めるか、そこまでやるということなんでしょうか。そこまで必要だと私は考えています。グレーはありえないという形で、そこまで すいません、ちょっと黙っててください。グレーは認めない、白か黒、白黒をちゃんとつけるとそこまで
時間を取ってやるというそういうおつもりでしょうか。白黒っていうのはやや情緒的なものになってしまいますけれども、今ここに5人の委員がいるわけで、この5人の委員が一致して結論を出すということが僕は望ましいと思っていて、今のところその結論が得られてないわけですけれども、その原因の一番は我々が非常に限られたデータで議論をしていることにあると思っています。ですから非常に優れた方は限られたデータでも直感的というか優れた能力によって正しい結論を得るかもしれませんけれども、一般的なレベルというと語弊がありますけれども、ここで学会で選ばれた方々がみんなが納得するようなそういう結論が重要であると私は思っておりますので、それが重要だということそれが重要だということは大変私もよく分かりますが、例えば前回の地滑りかどうかでだいぶ紛糾、それが非常に目立ったわけですけれども、実は活断層ではないとおっしゃるではないとおっしゃった方は一人もおられなかったんです。先生のまとめにもそう書いてあるんですけども、そこでですね、もう明らかにもうそれは本格的な調査に移すべきだと、私はそう悠長なことを言っている場合ではないんじゃないかと思うんですが、私はそう進むのかと思っていましたけれども、今の島崎先生の意見だとはっきりするまでとことんやるんだと、そういう理解でよろしいですか。はっきりすとことんやるというのはあるんですけれども、やはりはっきりさせたいと思います。はい、この問題はね、そんなに本来高級の学術的に難しい問題ではないと私は思うんです。要するにちゃんとしたデータがあればみんなが一致する結論になるんですよ。そのデータがないというのが私のこれまで見てきたこの会議の私なりの印象であってですね、限られたデータで議論するからある意味決着がつかないのであって、ちゃんとしたデータが得られればみんながそうだっていう非常に簡単な問題だと僕は思うんです。それが今の状態で動かしたまま調査が可能だということでしょうか。すぐ動かさないは今ここの依頼ではございませんが、実際にその南で掘るとおっしゃいましたけども、それが実際に掘れるのかどうかですね、みんなが納得いかなかったらどこまで掘るのか、これはまあ事業者に聞かないと分かりませんけれども、私としては止めようが止めまいがそれにかかわらず掘ってほしいということを申し上げています。なんか一番最初の事前会合の時の話とはだいぶ違ってきたという印象を私は持っているんですが、要するに先生ははっきりしてないからみんなが納得するところまで調査をやるんだと、そういう理解でよろしいですか。わかりました。いいですか。一番最初に二つあれなんていうのか今回の会議のまとめ取りまとめっていうかあれがありましたよね。一つはこれはあくまでも科学的なあれを求めているだけであると、それも簡単に言って、だからその今のようなヤジがいっぱい飛んでる議論はここの議論のあれではなかったんです、最初から。で2番目はすみません雑音には関わらずご発言をお願いします、はい、それで2番目は透明性とか前にね、いろんな自分の意見やなんかを していない人に学会で選んでくださいということだったんですよね。だから以前のいろんなしがらみというかあれをない人を学会に求めてこられたで選ばれたというふうに理解しています。その通りですか。
何かご意見というか、何かちょっとしらけてしまったようで意見が続かないのですけれども、十分もう議論尽くしたということであれば、これでおしまいにしたいと思っています。よろしいでしょうか。あ、ごめんなさい、岡田さんから何か、いただいてますけれども、あれはあの後で皆さんが確認すればよろしいというようなことでしょうか。もうちょっと疲れたですね。あの偉いもいろんなあれで、あのこれは私のあの理解で、こういうあのいろんな、まあ、マスコミの中で報道があるんだけど、基礎的共通認識は何だろうかっていうことを、まあ、私はまあここら辺は共通認識だと思って、まあ、の自分なりにまとめて、もし間違いだったらあの訂正してくださいというふうに思って出しました。はい、ありがとうございます。どうぞ。あの岡田先生の参考資料に最後にいくつかコメントさせていただきますが、あの一つちょっと誤解がひょっとしたらあるかなと、私の説明が非常に悪かって、誤解があるかなと思ったのは、私はですね、あの 地震発生層と呼ばれるような非常に深いところから地面を切るような活断層があると言ったわけではありません。したがってですね、ある意味で断層だけを見たときには先生がおっしゃっているものと同等のものを私はイメージをしていると思っています。したがってこの、変異が見られない、小さくて見られないとか、それから10万年以降動いていなくて、最大間隔が10万年、その最大間隔の概念が当てはまるものではないと思っています。あとそれを踏まえて質問が2つあります。1つはあの路頭で見たときに断層粘土がない、その他で、断層ではないと地滑りであるというふうにおっしゃいましたけれども、どうしてそのように言えるのかを教えていただきたい。それからもう1つは地滑りだとすると70度以上の非常に急な、70度ぐらいですかね、非常に急な滑り面なんですけども、それに対応する地滑り地形は実は見えないんですね。それはどこにあるでしょうか。先ほどあの関連さんの図にいろいろ地滑りが書いてありましたけども、あの中には該当するものはないはずなのです。でそれはどこにあるでしょうか。2つ教えていただければと思います。1番目は、何でしたっけ。あの先生は2番目はあのあ確かにあそこの今18ページとかあの20ページに出てたと思いますが、あの私も現場で確認して、あれが結構高角度でちょうど地質の境界だったんですね。だから東側は気力岩、西側はあの蛇紋岩、その地質境界で、その地質境界がどういうふうに入っていくかは、だからもう少し深いところをちょっと確認する必要があるということを言ったんです、先ほど。いえ、そういう質問ではなくて、あれを地滑りとされる場合に、いや今ここに解釈は入れなかったつもりなんです。ここは共通認識はこういうことかっていうんで、あの解釈規模とかいうのは書いてないです、このメモには。あのそれを抜いてですね、ここまでは共通認識じゃないですかって言ったの、現場であのこういうあの、まあ、滑りの方向とか角度だとか、その粘土幅はどれぐらいだとかいう、それを分かりました。だからここに解釈は書いてないと思いますけど、分かりました、すいません、それすいませんでした。あの地滑りと断定されてるわけではないという理解で、まあ、そう、あのだからこういうあの解釈で、あの共通認識はここら辺まででしょうという、だからあのまずはそこのところは、あのこれがもう一番基礎なんですが、これが間違ってるなら先進まないんですから。すいません、うん、あのご質問は、うん、これはまあ私は大体私もそう思ってますが、うん、あのだから地滑りだと言っておられるわけではないということですね、うん、だから私はあの地滑りの専門家じゃないから、そういう人も含めてちゃんとあの見てもらった方がいいんじゃないですかって言ってるんです。あの前回もそういうふうに冷静に、あのこれはも
我々そのものが学会から推薦されたで、こういう専門家もいる、やっぱり持ち家持ち家でね、いろんな見方、ここのところをこう見るとか、ここを見なきゃいけないんだとかいうあれは、やっぱりそれは地滑りの専門家だったら指摘できたりできるから、そこのところまでは私が行ったところで渡辺さんは信用しないんでしょうねだから専門家に学会にする すべきじゃないですかって言ったんですよ。いや、わかりますが、要するに 2番目に関してはちょっとお答えが返ってこなかったと。1番目ですが、高角度の部分がどういうふうに入っているかということですか。いやいや、それはそボーリングとか、そこのところ掘ればすぐわかるんじゃないですか。だからその今要望を出したということです。断層粘土の話だったと思いますが違いましたか。断層粘土がなかったら滑ってないかということですか。基盤岩石の中であれほとんど何も滑り面がないという、滑り面とか粘土がないのは私は今まで見たことがない。それはしかしだから先週も前回申し上げたんですけど、不幸図断層が小さい断層だとおっしゃいましたが、あれは大きな断層であって、私がイメージしているのは近くで集極したことによって層面滑りちょっと起こして、そういうものがここにあるのではないかということなんです。ここでは層面滑りではなくて古い断層を使った滑りがあるのではない、はいはいはい、その場合に、断層粘土がないその他がだから断層とは考えにくいという、そういう判断にはならないのではないですか。だから判断はそこはしてなくて、ここのところクエスチョンマークやれしてるじゃないですか。だからここのところ書こうと思ったけど書いちゃいけないと思ったから解釈のところは書いてなくて、共通認識はここでしょうっていうところまでをメモとして出した。多分このメモはですね、皆さんの共通認識であって、事実に近いところを書いてあって、解釈は書いておりませんと。ただ渡辺さんは前回のその解釈を聞いているので、ついそれとの結びつきを質問したということだと思います。こういうとことか、例えば蛇紋岩がどういう性質を持つとかね、それから地滑りはどういう特徴があるとか、なんかいうことは私が言うよりもいろんなそっちの道の専門家がちゃんと説明してくれたりなんかした方がやっぱり説得力っていうか、あれがあると思います。ありがとうございました。それでは先ほどお願いした件について事務局の方からお願いします。規制庁の管理官の小林でございます。私の方からですね、先ほど島崎委員が言われたようにですね、その現地調査でございますね、これは全員揃わなくても皆さんお忙しい先生ばかりなので、少人数に分けた現地調査の実施、これは特にこのダイバーマーのトレンチのところですね、まさにその断層か地滑りかといったところをですね、これは事業者の方に少し深掘りさせるとかですね、そういったところを少しあらわにしてからですね、それから見ていただくということで、これは至急対応したいというふうに思います。これはスケジュール調整の上、皆さん方にご連絡したいというふうに考えてございます。私からはちょっと以上です。はい、ありがとうございました。私からのお願いは、それが終わった後で、破砕帯を掘り進めていただきたいということと、それから南側のトレンチ、これはすぐ着手していただきたいと、時間がかかると思いますので、そのようなお願いを申し上げます。そして次回の会合は調査次第、非常に重要な成果が得られた段階で開きたいと、そのように思っております。事務局、これ以外に何かございますでしょうか。はい、いつも通り資料につきましては機場に置いたまで結構でございます。私どもから郵送させていただきます。今島崎委員が申し上げましたように、今後の日程については調整の上別途ご連絡させていただきます。で、委員会のホームページにも掲載させていただきます。事務局から以上でございます。ありがとうございました。これで第2回の評価会合を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。